ダリア・エフゲニエーブナ・ボアルネは、第5代、ロイヒテンベルク公、エフゲニーの娘。ナポレオン・ボナパルトの養子、ウジェーヌ・ド・ボアルネの男系の彦、ロシア皇帝ニコライ一世の女系の彦に当たるが、ダリア・オポチニナと、既戦結婚して生まれた子であるため、王公の序列に属さず、白爵夫人の称号で呼ばれた。父方の祖母である、ロシア王女。 マリア・ニコライブナの住まいであるサンクトペテルブルクのマリンスキー宮殿で生まれた。母ダリアは出産後に急成し、父エフゲニーは軍隊へ戻らなければならなかったため、幼くしてダリアは孤児となり、祖母や叔母の下で育てられた。幼少時代にはパリのリセやカールスルーへのギムナジウムで教育を受けた。1893年、ロシア貴族で富豪のレフコチュベと結婚し三子を、 儲けたが、結婚生活は1905年に破綻。1910年に離婚した。1905年にダリアはパリへ行き、1906年にソル・ボンロを卒業した。第一次世界大戦中には看護師の資格を取り、オーストリアの前線で医療活動に従事した。2月革命後、ダリアは病院の上に赤旗を掲げるなどして熱狂的に革命支持を表明した。 しかし1917年10月にドイツへ向かい、バイエルンで市民権を取得した。1918年10月、公式にはオーストリア赤十字の職務のため、ダリアは内戦の最中、ソビエト連邦となった故国へ戻り、三度目の夫であるビクトル・マルキゼッキと共に図書館で職を得た。1927年、ソビエトの国籍を取得し、 ドラ・イフゲニエブナ・ロイヒテンベルクと名乗った。しかし1929年以降、10月革命以後に、ドラたちが職を得て、ソビエトで生活していたにもかかわらず、ドラとオット・ビクトルは、かつての富裕層に属し反ユダヤ主義の傾向があるとして当局から目をつけられるようになった。1937年9月10日、ドラは逮捕された。ドイツ移民テロ組織に属す。 君主制主義者のスパイとして内務人民委員部に死刑を宣告され、11月5日にレニングラードで処刑された。1989年5月、当時のソビエト政府によってドラの守護復権がなされた。ありがとうございます。